「#ILYSKREVA」さんの歌「最高にしびれたし」「n ーアンダーライン愛」の3人のあふれんばかりの笑顔と歌でリスペクトが伝わってきました楽しそうに歌ってて最高でした本当にクレバさんと n ーアンダーライン愛最高でした本当にありがとうございましたなきっつら2024年の夏 FNS 歌謡祭で行われたクレバと n ーアンダーライン愛のコラボレーションは多くのファンにとって忘れられない一夜となりました この夜は、音楽の魔法が現実となり、多くの人々が一緒に喜びと感動を分かち合いました。クレバとナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、ただの音楽ではなく、彼らの情熱と絆を感じさせるものでした。ファンたちは、ステージ上での彼らの笑顔や楽しそうな様子を見て、自分自身も幸せな気持ちになりました。翔く君や他のメンバーがステージ上で見せる喜びや感動は、 観客にとっても特別な瞬間であり、一体感を感じさせました。この夜、クレバの曲が流れる中で、ナンバーアンダーラインアイの3人はそのリズムに乗って踊り、歌い、楽しそうに笑っていました。ファンたちは、この特別なコラボレーションを目の当たりにし、その瞬間を一緒に楽しむことができて本当に幸せでした。クレバの曲は、長年多くの人々に愛され続けており、 その魅力は今も色あせることなく、新たな世代のファンにも伝わっています。特に、クレバとナンバーアンダーラインアイのコラボレーションは、音楽の力を改めて実感させるものでした。翔くんは、このコラボレーションを通じて、自分の音楽のルーツや影響を再確認し、ファンとの絆をさらに深めることができました。彼の笑顔や楽しそうな姿は、多くのファンにとって特別なものであり、 その姿を見るだけで幸せな気持ちになれました。また、このコラボレーションを通じて、彼自身も新たな挑戦や成長を感じたことでしょう。ファンたちは、その姿を見守り、応援し続けることができる幸せを感じています。この特別な夜のパフォーマンスは、ファンたちにとっても多くの思い出を残しました。特に、クレバの曲を聴きながら、彼らが一緒に踊り、歌う姿は、 多くくのの人々の心に深く刻まれまれした。ファンたちはその瞬間を忘れることなくこれからも彼らの音楽を愛し続けることでしょうこの夜のパフォーマンスを見た多くの人々はクレバとナンバーアンダーラインアイの素晴らしいコラボレーションに感謝しこれからも彼らの音楽を楽しむことを約束しましたファンたちはこの特別な夜の思い出を共有し合い その感動を言葉にして SNS などに投稿することで、一緒に喜びを分かち合いました。翔くんがステージ上で見せた笑顔や、彼の仲間たちとの楽しそうな姿は、多くの人々にとって励ましや勇気を与えるものでした。彼らのパフォーマンスは、ただのエンターテインメントではなく、その背後にある努力や情熱、そして仲間との絆を感じさせるものでした。特に、 クレバのリードの下で繰り広げられた一連のパフォーマンスは、音楽の力を再認識させるものでした。クレバは、このコラボレーションを通じて、彼自身の音楽の魅力を再確認し、さらに新しいチャレンジを楽しむことができました。彼の長年の経験と実力が、ナンバーアンダーラインアイのメンバーに良い影響を与え、彼らが新たなステージで輝く手助けとなりました。クレバのパフォーマンスは、 ただの音楽ではなく、その背後にあるストーリーや彼自身の経験が込められており、多くのファンに感動を与えました。翔くんにとっても、このコラボレーションは特別なものでした。彼が子供の頃から憧れていたクレバと一緒にステージに立ち、共にパフォーマンスをすることは、夢のような瞬間でした。彼の笑顔や楽しそうな姿は、多くのファンにとっても喜びであり、 その瞬間を共有することで一体感を感じることができました。翔くんのファンたちは彼が楽しそうにパフォーマンスをしている姿を見て自分たちも幸せな気持ちになりました。この夜のパフォーマンスは多くの人々にとって特別なものでありその感動は長く語り継がれることでしょう。ファンたちはこの特別な瞬間を胸にこれからも彼らの音楽を愛し続けることを誓います。そして クレバとナンバーアンダーラインアイの素晴らしいコラボレーションを通じて音楽の力を信じこれからも幸せな時間を過ごしていくことを心から願っています音楽は言葉を超えて人々の心をつなげる力を持っていますこの特別な夜のパフォーマンスを通じてクレバとナンバーアンダーラインアイはその力を再認識し多くの人々に感動を与えました彼らの音楽は ここれれからも多くくのの人々に愛され続け、その魅力を広げていくことでしょう。ファンたちはその瞬間を忘れることなくこれからも彼らの音楽を楽しみ応援し続けることでしょうこの夜の思い出を胸にファンたちはこれからも彼らの音楽と共に歩んでいくことを誓いますクレバとナンバーアンダーラインアイの素晴らしいコラボレーションに感謝しこれからも彼らの音楽を楽しむことを楽しみにしています この特別な夜の思い出を胸に、これからも彼らの音楽とともに幸せな時間を過ごしていくことを誓います。音楽の力を信じ、彼らの音楽とともにこれからも幸せな時間を過ごしていくことを心から願っています。クレバとナンバー・アンダーライン・アイの素晴らしい音楽に感謝し、これからも彼らの音楽を楽しむことを楽しみにしています。ファンたちは、この特別な夜の思い出を共有し合い、 その感動を言葉にして SNS などに投稿することで、一緒に喜びを分かち合いました。翔くんがステージ上で見せた笑顔や、彼の仲間たちとの楽しそうな姿は、多くの人々にとって励ましや勇気を与えるものでした。彼らのパフォーマンスは、ただのエンターテインメントではなく、その背後にある努力や情熱、そして仲間との絆を感じさせるものでした。特に、 クレバのリードの下で繰り広げられた一連のパフォーマンスは、音楽の力を再認識させるものでした。クレバは、このコラボレーションを通じて、彼自身の音楽の魅力を再確認し、さらに新しいチャレンジを楽しむことができました。彼の長年の経験と実力が、ナンバーアンダーラインアイのメンバーに良い影響を与え、彼らが新たなステージで輝く手助けとなりました。クレバのパフォーマンスは、 ただの音楽ではなく、その背後にあるストーリーや彼自身の経験が込められており、多くのファンに感動を与えました。翔くんにとっても、このコラボレーションは特別なものでした。彼が子供の頃から憧れていたクレバと一緒にステージに立ち、共にパフォーマンスをすることは、夢のような瞬間でした。彼の笑顔や楽しそうな姿は、多くのファンにとっても喜びであり、 その瞬間を共有することで一体感を感じることができました。翔くんのファンたちは彼が楽しそうにパフォーマンスをしている姿を見て自分たちも幸せな気持ちになりました。この夜のパフォーマンスは多くの人々にとって特別なものでありその感動は長く語り継がれることでしょう。ファンたちはこの特別な瞬間を胸にこれからも彼らの音楽を愛し続けることを誓います。そして クレバとナンバーアンダーラインアイの素晴らしいコラボレーションを通じて音楽の力を信じこれからも幸せな時間を過ごしていくことを心から願っていますこの特別なコラボレーションを通じてクレバとナンバーアンダーラインアイの音楽の魅力がさらに広がり多くの人々に愛されることを願っていますファンたちはこれからも彼らの音楽を楽しみ応援し続けることでしょうそして この夜の思い出を胸に、これからも彼らの音楽と共に歩んでいくことを誓います。クレバとナンバーアンダーラインアイの素晴らしいコラボレーションに感謝し、これからも彼らの音楽を楽しむことを楽しみにしています。この夜のパフォーマンスは、ファンたちにとっても特別なものであり、これからも多くの人々に語り継がれることでしょう。音楽の力を信じ、 彼らららの音楽とともにここれかか幸せな時間をを過ごしてていいく心願っますクレバとナンバーアンダーライン愛の素晴らしい音楽に感謝しこれからも彼らの音楽を楽しむことを楽しみにしていますこの特別な夜の思い出を胸にこれからも彼らの音楽とともに幸せな時間を過ごしていくことを誓います